ちゃいました。無印の本物はあったかインナー系を買いました。みんないいって言ってたんで買ってみたんですけど、これが新しいやつかな。でなんか旧型的なのやつ590円で売ってたんで、なんかほぼ素材一緒と思って安いし買ってみました。あとはタイツ、私はこれがお気に入りで2代目です。なぜなら破れてしまったからです。かかとコットンのタイツでとてもあったかいです。あのいわゆるタイツのあの素材じゃなくてコットンですね。かわいいですしあったかいですが、3年は使ったかな、破れてしまうかもしれないんです。あとちょっとだけ毛玉になります、コットンなので。でもかわいいしそんなすっごい高いわけじゃないし、また破れたら買い替えればいいかな。あとザラでこれなんて言うんでしたっけ、ベレー帽。なんかベレー帽をよく韓国の人がかぶってるの最近見て、なんか欲しいなって思ってて、でも高いのじゃなくていいなと思ってた矢先にザラにあったので買いました。あとはじゃん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 、これはちょっと大物なので明日開けようかなって思います。今日はお仕事です。一昨年くらいに買ったマルジェラのニットアウターとスペースメントのスカートで、昨日買ったコットンのタイツを履いています。あったかい、とっても。行ってきます。ヴィンテージのホックルけど、あじゃーん、ヘンリーネックって言うんでしたっけ、ボートネックか、ボートネック調になっていて、さくらんぼの柄なんですけど、ブラウンっぽい色でシックな感じで一目惚れしました。かわいい。サイズ感も試着してよかったので、私が一番好きなヴィンテージショップです。渋谷か表参道から行くと近いですね。ここの古着屋さんは本当に毎回行くと毎回何かしら買ってしまうくらい可愛いものが絶対に出会える、あのヴィンテージショップだと思います。ノンフィクションのハンドクリーム、いつもこれはプレゼント用とかに買ったんですけど、自分用には持ってなくて、この度この私のめっちゃお気に入りの匂い Forget Me Not っていう匂いのハンドクリームを買いました。これ1回だけ実は使ってて、中身はこんな感じ。何よりなんかパッケージが可愛くてプレゼントとかに喜ばれると思います。ほんであと
マフラー、これはバーニーズニューヨークのバーゲンセールに行って買ったものです。なんかブランド名これなのかな、カシミヤ 100% のマフラーを買いました。すごい薄手で、のカシミヤがちょっとこうふわっとなってるこの感じが私的には可愛いなと思って、真っ白すぎない感じ、ちょっとベージュ黄みかがった白なので合わせやすいかなと思います。ラッピングが可愛い。髪がね、よいしょよいしょよいしょ、中がピンクなんです。ここになんかコンパクトとか入れるケースがついて、ここにカード入れるケースがついてて、このベビーピンクの色が可愛すぎる。はあ、さくらんぼのニットとデニムとこれを合わせました。ブーツとか履けば冬にも可愛い。こういうちょっとカジュアルっぽいさくらんぼなので、シャネルとかで締める感じにするといいのかなと思います。どうですかね。この金ちび巾着に入れました。と財布代わりのカードとお札、あとコンパクト、ちょっとディオールという競合のしかなかったんですけど、これだけ入りました。 SS の新作みたいです。かわいい。